夜中の4時ごろ見えるからちょっと。
そんねんな、あんたらでいいねん。なあ、あ、おいが甘みやんか。できたんじゃないおいが。まあ、おいが大変だ、おいが。まあ、まあ、まあ、まぶしいな、思って。60万やな。あの、まずい君の子は、朝日は何度か来るの？めっちゃ暑いじゃん、ほら。東や、西やからな。俺たち東が戻るやろ。こういうのはね、ついてる。どっちも出るから。こういうのは。こういうのは。今ここにあるのや。必ず出る。めっちゃ暑いじゃん。カーテン閉めんけど。あれやんか。それから、2万円だから大体5、6時間やから10人ぐらいあそこあっこで食べた心理出てくる。あそれはええって言うわ。日本もええね。食べやすいな。そう？日本も生きてる。あまあまあまあ、それは本気だから。これも好きやから。納豆がな、気をさらさる。納豆やろ。で、サバカやろ。人参やろ。玉ねぎやろ。絶対だから。納豆って食べ過ぎたらあかんの？あんまり、塩分が効いてないから。塩分ちゃうわ。あれは醤油かけるから塩分が決まるんだ。夕方食ったら、夕方食ったらな。夜中に死ぬから、絶対なれへん。ものすごく流れで納豆。もうそれが聞いてさ、あれ、食べてから全部行こうとか。山出ます。でも、もう、どんな、どんな高級団の日よりも納豆が効くって言って、それが、まあ、サバがすごい。それと、サバ缶と納豆ですよ。そう、いやでもちょうだいね。そう、そうなんだ。それからニンニンと。無理やってもそうなのよく食べるわ。無理。あれ持ってない持ってない。食べないと資金がな。いやもう持ってないから。資金がちょっとな。もうやめとったらやるんだよ。持ってない。結構怖い。みんなこういうこと聞けへんじゃな。みたいな。だからもう、手を変わってね。勝てん。うまい。
おばあちゃんの木を取ったそれはもっちりとして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 もっちりとし